はい、こんばんは。はい、流れないのかな。これで流れてるのかな。はい、見えますか。見えるでしょうか。アメン。あ、犬さん、ハレルヤ。見えるでしょうか。見えてるのかな。はい。聞こえるでしょうか。はい。どうでしょうか。音が大きいのかな、ちょっと。あ、音がちょっと、すみませんでした。ちょっと。はい。一応ですね、一応新配信、今んとこ成功という。ね、今のところ成功ですね。はい、今のところ音小さい。はい、今のところ成功ですか。はい、BGM、ごめんなさい、BGM はですね、うまくいかないんですね。申し訳ないですけど、ちょっと BGM は、はい、音大丈夫。ああ、そうですか。ああ、よかったよかった。にゃこさん、こんばんは。一応、新配信成功ですね。一応新配信成功しました。はい。カクカクですか。カクカクですけど、あ、はい、一応新配信成功、よかったですね。まあ、ただ BGM ができないというね、ちょっと BGM ができないんですけども、まあ、一応、すいません。はい、画像も大丈夫。ああ、よかったですね。実はですね、まあ、NLE がですね、新しくなったので、もしかしたらできるんじゃないかと思ってちょっとやってみたんですけど、まあ、今のところできてるということで、はい。今日の朝はすいませんでした。今日の朝ですね、ルーターを忘れて、かなり走ってから気がついて戻ってきたので、20分 放送がですね、まあ、途切れていた。本当に申し訳ありませんでした。放送してるとばっかり思ってずっといたんですけど、放送はできていなかったというですね。まあ、本当に。はい。で、明日もですね、明日ツイキャス、木曜日ですよね。明日もツイキャスの時に、まあ、自転車配信しようかなと思っておりますので、明日こそ、まあ、遠出ができるんじゃないかと。で、申し訳ないんですけど、明日はですね、また YouTube をちょっと、休ませていただいて、ツイキャスだけ、ね、明日の朝はツイキャスだけやりますので、申し訳ありません。まあ、そういうわけで、新配信、なんとかかろうじてできてますね。でも、ちょっと怪しいですね。これで本当にうまくいってるかのどうか、ちょっと分かりませんが、一応できてるような感じなんですけども。はい。はい、それではですね、スタートしましょう。9月13日夜の電動放送ですね。9月13日夜の電動放送です。これ OK 押してまずい。これ押すと OK 押すとまずいんじゃないかなと思うし、これ OK 押せないんですけどね。OK 押していいのかいけないのか。この以前 OK 押すと消えちゃうので、ちょっと OK 押せないんですけどもね。はい。
それではですね、何から始めましょうかね。はい、こっちのもう一個のノーパスの方でですね、ノーパスの方で BGM やろうかなと思ってます。ノッポソの方でですね、賛美を流そうと思っておりますが、ちょっと流れるかどうか。あ、流れそうですね。流れそうです。そのうち聞こえてくると思う。聞こえてきますよね。そうですね。はい、それではですね。何から話し、急に音。ちょっと音が大きいですね。ちょっと音が大きかったですね。はい。また途切れちゃいましたね。はい、吉尾さん、こんばんは。調子悪いですね。溶けちゃいました。それではですね。はい。はい。それではですね。BGM 聞こえないですか ？BGM 聞こえますか？はい、聞こえない。あらら、あ、 BGM 小さい。あらら、そうですね、少し聞こえる、はい、ちょっと私にとって大きすぎるのでね、ちょっとこれ以上大きくできないんですけど、こうすると音が大きいでしょう。はい、それでは今度は大きすぎる、はい、それではですね それではタイトルいきましょうかね。タイトルはですね、最高の生きている充実感、最高の生きている充実感。まあ、多くの人はですね、なかなかその生きている充実感を感じるというのはなかなか少ないと思うんですね。あ、ちょうどいい。あ、節子さん、ありがとうございます。ちょうどいい。神様、この放送がある恵みを感謝します。あ、ね、YouTuberBGM 大きく感じます。そうですか。じゃあちょっと困りましたね。まあ、じゃあ元に戻しましょういろいろ難しい、いろいろ難しいんですはい、ちょっと大きいですよね。それでですね、
皆さん、そのいろいろですね、生きてる充実感っていうのは難しいですよね。多くの場合はですね、多くの人は疲れてる、楽しくない、苦しいっていう方が多いんじゃないでしょうか。マサさんこんばんは。音が大きい、ちょっと音が大きい、ちょっと待って、ちょっと小さくしましたね。なかなかですね、人生っていうのは、まあ、その充実感を感じるのはちょっと難しいですね。ちょっとちっちゃくなっちゃった。そうですね、まあ、仕事なんかですね、仕事なんか、まあ、うまくいっているとか、音聞こえてこない、あららら、本当。仕事なんかですね、こう、うまくいってる仕事とか、調子がいいときはですね、なんか仕事、充実感がありますよね。非常に仕事がうまくいったときはね、やったーとかね、ああ今日はよく働いたとか、そういうことってあると思うんですね。その仕事だけじゃなくて勉強もですね、うまく勉強ができたときとか、いい点取ったときとか、まあ、そういう時はですね、ああよくやった、ね、頑張ったとか、そういう充実感っていうのはあるんじゃないかと思うんですけども、そうですね、まあ、今日私が言いたいのは、まあ、本当の生きている充実感、最高の生きている充実感っていうのはあるんだろうか。もう生きてることが素晴らしい、生きてることが、ね、本当に楽しいという、そういう充実感があるんだろうかということなんですけども、実はあるんですね。キューちゃん、どうして寝袋で寝るんですか。あれは特別な時ですよ。普段寝袋で寝てません。あれは特別な時なんですね。はい。それでですね、皆さんに、ね、その本当に生きることの素晴らしさを、まあ、知ってもらいたいということなんですけど、まあ、本当にその、生きること、ね、私はですね、リック・ジョーナーという預言者が好きで、前にもですね、紹介したことがあると思うんですけど、リック・ジョイナーっていうこの本ですね、たどりゆく道、ちょっと、うん、たどりあ、ちょっとたどりゆく道ね、このまあ、リック・ジョーナー、私リック・ジョーナーが好きでですね、まあ、リック・ジョーナーというと、まあ、このファイナルクエスト、これが非常に有名な本で、これもぜひ皆さんおすすめです。これもおすすめですね、リック・ジョーナー。この本、これですね。でこの本の中にですね、素晴らしい、まあ、メッセージがあります。素晴らしいメッセージがあります。それでちょっとそこのところ読みたいと思うんですが、じゃあですね、156ページにあるところですね、156ページ。
私たちが自分自身に焦点を当てるのではなく、主に仕えること、そして他人を助けることに焦点を当てるときに、霊的な成熟が始まります。御国での成長はより上手に他人に仕えることによって成り立ちます。私たちは主の御心のために作られたので、主の御心のために働く以上に心が満たされることはないのです。主がたった一つでも喜ばれるように、人生のすべてをかけたとしても、それはよく生きた人生になります。毎日主が喜ばれるように行動することもできます。それよりも重要なやるべきことが他に存在するでしょうか。まあこういうコメントなんですね。ちょっと分けて、説明したいんですけど、多くの人はまあ、自分中心に生きていますね。そして自分中心に生きているとですね、喜びがないんですよ。皆さん一見ですね、自分のために何かすると、自分が喜べるように感じるよますけど、実はですね、自分のために生きても楽しくないんです。自分のために、その自分のためにですね、頑張っても生きがい感じないんです。つまり生きる喜びというのはですね、生きる喜びっていうのは、ここにあるように主に仕えること、また他人を助けること、まあそういうことがですね、生きがいを感じるということですね。そしてそういうことが霊的な成熟の始まりだということです。ちょっと大きいかな。はい。そしてですね、御国での成長はより上手に他人に仕えることによって成り立ちます。上手に他人に仕える、他人をその神の愛で愛する、それが御国での成長だと書いてあります。私たちは自分を愛するということではなく、隣人を愛する、隣人を愛するというところにですね、成長があるんだというところですね。そこはとても大事なことです。大事なポイントです。はい。そしてですね、はい。そして私たちは主の御心のために作られたので、主の御心のために作られた。わお、皆さんこれ大事ですよ。節子さん、イエス様を通して他人に感謝されること、イエス様に栄光を返すことができると思います。アメン。他人に感謝されること、イエス様に栄光を返すことができると思います。音が大きい、音が大きい。それでですね、主の御心のために働く以上に心が満たされることはないのです。これが大事なポイントです。いいですか。よく聞いてくださいよ。よく聞いてください。主というのはイエス様のことね。主の御心のために働く以上に心が満たされることはないのです。主の御心のために働く以上に心が満たされることはないのです。皆さん、これが心が満たされるということですね。心が満たされる、それは主の御心のために
働く、まあ、よくイエス様のために働くことが人生の目的だと言いますが、結局ですねこの世の仕事もですねある意味では、充実します。この世の仕事でも、ああやった、あ頑張ったとかいう充実感ある場合があります。いつもそうなるわけじゃないですが、だけど主の御心のために働くというのはものすごい満たされるんです。ものすごい満たされます。主がたった一つでも喜ばれるように人生のすべてをかけたとしても、それはよく生きた人生になります。たった一つのことを、ね、喜ばれるように人生をかけても、それはよく頑張った人生。よく殉教かなんかでね、命を、まあ、かけて殉教しますよね。まあ、それは主のためですね。イエス様のために命を捨てる、まあ、そういう殉教だとしても、人生がそれで終わったとしても、人生が終わったとしても、それは素晴らしいことだということですね。それは素晴らしいこと。皆さん、殉教というのは素晴らしいことなの。まあ、殉教しなきゃいけないということはありませんが、殉教のような、殉教のような人生、それは素晴らしいということですね。毎日主が喜ばれるように行動することもできます。毎日主が喜ばれるように行動する、毎日イエス様を喜ばす、イエス様が喜ぶような行動をする、イエス様が喜ぶような行動をする、それよりも重要なやるべきことが他にあるでしょうか。イエス様を喜ばすこと以上のことがあるんですか。多くの人はイエス様を悲しませています。多くの人はイエス様を悲しませています。しかしイエス様を喜ばすこと以上に、重要なことがありません。それ以上重要なことはないのです。それ以上重要なことがないのです。最高の生きている充実感、これがまさにそういうことなんです。最高の生きている充実感、それは主に喜ばれるように生きるということです。主の御心のために働くということです。これが最高の充実感です。皆さん、虚しい、自分の欲で生きるとか、自分の欲で生きることは全然充実感ないです。皆さん、自分の肉で生きる、自分の、ね、欲望で生きる、全く充実感ないです。全く何かもう、まあ、欲求不満ですね。欲求不満になっちゃいます。もう不完全燃焼、欲で生きるとか、欲で生きるとか、肉で生きるというのは不完全燃焼ですね。ですからぜひ皆さん、多くの人は不完全燃焼で生きています。不完全燃焼で生きています。欲求不満で生きてます。欲求不満で生きてます。そういう生き方ではなく、そういう生き方ではなく、本当に充実した、もう本当に、生きがいを感じる、充実感を感じる、やりがいのある生き方、やりがいのある生き方、それがですね、イエス様の御心を行う、イエス様に仕えることの喜び、皆さんがそういう生き方をしてほしい、そういう生き方をしてほしい、神の国の仕事、神の国の仕事、最高の充実感、皆さん本当なんですよ。イエス様のために生きるということはものすごく楽しいんです。ものすごく嬉しいのです。ものすごくそのやりがいがあるのです。皆さん考えてください。私、毎朝毎晩、ご伝道してますよね。毎朝毎晩伝道してますよね。イエス様のためですよね。イエス様のためにこうやってますよね。すごい充実感を感じるんですね。すごい充実感を感じます。すごい
まあ楽しいというかやりがいを感じるわけです。イエス様のためにね、働いているというやりがい、少しでもイエス様のためになる、少しでもイエス様のためになる、これはすごいやりがいを感じます。ですから皆さんもそういう人生ね、そういう人生皆さんもできます。皆さんも最高の生きている充実感を感じる人生、最高の生きている充実感を感じて生きることができます。誰でもです、誰でもです、誰でもイエス・キリストを信じてイエス様のために生きるならば、自己中ではなく、自己中ではなく神様の御心を行うならば、最高の生きがい、最高の喜び、最高の生きることの素晴らしさ、生きることの素晴らしさを感じることができます。皆さんもできるのです。皆さんもできます。皆さんもできます。最高の人生、最高の生きている充実感、皆さんもそのようになれるんです。イエス様を信じたく なりました。菊池さんこんばんは。今日も学びに来ました。菊池さん、今日これ新配信なんですよ。新配信やっと成功という、やっと新配信成功しました。新配信成功しました。画像いいですか？画像どうでしょう？普段よりもいいでしょうか？はい、新配信おめでとうございます。まあ、そんなに画像いいようにはちょっと思えないんですけど、どうでしょうかね。そうですね、画像少し良くなったでしょうかね。ちょっと分かりませんが、画像がいいか悪いかちょっと分かりません。はい、まあいいでしょう。新配信何がいいんだかちょっと分かりませんが、画質も音質も良くなった気、あ、そうですか。画質も音質も良くなった、あらま、画質音質良くなりましたか。ありがとうございます。そうですね、まあとにかくできたことは良かったですね。大画面にすると画質がいいです。ああ、そうですか、よかったですね。それでは角部行きましょうね。角部ですね。はい、イエス様を信じて、イエス様を信じて最高の生きている充実感を感じる角部、イエス様に仕えるならば、イエス様に仕えるならば最高の生きている充実感を味わえる角部、最高の生きている充実感を味わえる角部、ちょっと濁音でして申し訳なかったですね。ちょっと濁音という感じですが、はい、アメン、アメン、申し訳なかったですね。はい、それではですね、証しタイム行きましょう。証しタイム、イエス様を信じて生きることが楽しくなった証し、イエス様を信じて、ああ人生って楽しいんだ、人生ってやりがいがあるんだ、イエス様のために自分のために欲のために生きることは虚しい、自己中は虚しい、何も楽しくもない、自己中は楽しくない、肉は楽しくない、しかし信仰で生きることは楽しい、イエス様のために生きることは素晴らしい、イエス様のために生きることは最高だということが分かった証し、スタート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 。
この放送で笑って元気をもらっています。数珠を焼き寄せて嬉しい気持ちになりました。お金のために働いていないと気づいたエンジェルさん、真理を知って人生が充実している菊池さん、社会の底辺でもいいんだと安心しました。アトピーが治りました。この放送を知ってから充実感が増えたと思います。イエス様に会えて人生が一変した。兄弟姉妹との交わりはイエス様がいるので楽しいし勉強になります。節子さん、充実した人生を送れてイエス様に感謝しています。牧師の素晴らしい放送、これからも期待しております。今リックジョーナーの本を買いにブックオフに来てます。芸が治りました。芸が治りました。芸が治りました。画質も良好です。イエス様に感謝します。節子さん、この放送を見て同性愛が治ったという証をよく聞きます。菊池さん、この放送を毎日見ているおかげで嘘をつかなくなりました。クリスチャンは正直になります。クリスチャンはクリスチャンになると正直になります。AV と風俗をやめることができた。信仰を持たない人生は嘘つき人生だと思う。僕は今人生を正直に生きている。僕は今人生を正直に生きている。人生逆転ホームラン打ちたいです。人生逆転ホームラン打ちたいです。神様を信じたら息子と和解でき最高の人生を送っています。
イエス様を信じたら在特会を辞めることができました。菊池さん、僕もイエス様の愛で憎んでいた父と関係が良くなりました。アメン、アメン。ヨスさんの洗礼感動しました。聖書を毎日読むことでイエス様のことが分かってきました。日本人の多くは会社で働くことを美徳としていますが、信仰を学ぶことこそが本当の美徳ではないでしょうか。菊池さん、アメン。松岡さん、こんばんは。愛王さんのように私も信仰に目覚めました。イエス様に栄光をお返しできるくらいの信仰を持ちたいです。節子さん、信仰があること自体がもう栄光を返していますよ。信仰を信じていること自体がイエス様に栄光を返しています。ヨスさんの洗礼でキューちゃんを知りました。夜はギター弾かないのですか。いや、あんまりね、上手じゃないのでね。この放送を見るようになって無職になり、一日中大声でイエス様に祈るようになりました。素晴らしい。日曜礼拝でギター弾いているキューちゃん、イケメンでした。ありがとうございます。自分のために生きる人生っていうのは実は自分のためではないんですね。あ、これいいですね。皆さん、このコメントいいですよ。自分のために生きる人生っていうのは実は自分のためではない。自分中心というのは自分のためにならない、自己中というのは自分のためにならないということですね。アメン、アメン。僕の人生はイエス様中心です。イエス様中心です。この放送のおかげでニートになりました。
誰かのために何かをしたいと思えるのが愛ということを知りました。自分が天国へ行けばあとはどうでもいいと思ってましたが間違いと気づきました。宮内庁で働いています。洗礼を受けても大丈夫ですか。はい、受けてください。ニートになって無収入でも恐れないでください。イエス様が養ってくれます。愛することは自分のためにも人のためにもなるんですね。辛い人生だがこの誤想でよし笑おうと思えた。キューちゃんはイエス様に任命されている牧師さんです。わお。油注ぎというのは皆さん、油注ぎというのはイエス様の任命なんですね。イエス様の、まあ、認証と言ったらいいでしょうか。信仰を持って辛い人生が楽しい人生になりました。生きている限り救いってありますか。もちろんありますよ。もちろんあります。今救われます。今イエス様を信じて救われます。だから僕には油注ぎが毎日来るのでしょうか。キューさん、アメン、アメン。そうです。皆さん、本当の食べ物、本当の飲み物、それは聖霊様です。油注ぎを求めましょう。油注ぎを求めましょう。それが永遠の命です。永遠の命です。油注ぎを求めるのです。それが本当の食べ物、それが本当の飲み物なんです。皆さん、私たちは本当に大事なものが分かったんです。本当に大事なもの、それは聖霊様なんですね。聖霊様が大事なんです。ですから上から来ましょう。上から来ましょう。お金を払っても油注ぎは手に入りません。信仰だけです。その通りです。お金では買えません。お金では永遠の命は買えません。お金では祝福が買えないのです。イエス・キリストを信じる信仰によってだけ、イエス・キリストを信じる信仰によってだけ、油注ぎを受け、また永遠の命を受けるのです。永遠の命を受けるのです。この放送を見始めてからいつもイエス様のお声が聞こえるようになりました。アメン。 BGM ちょうどいいです。節子さん、ありがとうございます。この前血液検査したら太っているのに異常なしでした。油注ぎのおかげです。菊池さん、アメン。この放送で油注ぎは最高の体調管理です。
この放送を見るようになって知り合いが君変わったねと言ってくれました。キューちゃんの伝道は分かりやすいです。キューちゃんに会ってから考えが変わりました。母親に100キロは太りすぎだからダイエットした方がいいと言われたのですが、した方がいいでしょうか。食事の前に、感謝してお祈りすればですね、それだけで痩せていきます、食事の前に心から食事を感謝すると、体重は減っていくと思います。イエス様のために今日も仕事をします。松岡美希さん、イエス様のために今日も仕事をします。なるほど、分かりました。今度からします。不思議王子さん、旧牧師こんばんは。新安心の成功をお祝いいたします。旧安心では土地で泊まったり悪コメが多かったりのですが、新安心では、ストレスなく見られます。おかげで悪コメが減ったように思います。アメン、アメン。悪コメが減ると気分がいいですね。菊池さん、キューちゃんのために打つ辛口のコメもあります。悪コメが減ったのもキューちゃんの伝道の効果だと思います。菊池さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージですね。多くの人はですね、罪の中にいて、また、自分中心の、人生の中で人生が、苦しい、そして、疲れる、燃え尽きちゃう、生きる意味を感じない、何やっても楽しくない、何やっても生きがいを感じない、それはちゃんと理由があるんです。理由があるんです。それは、イエス様と無関係で生きるからですね。イエス様と無関係に生きるから楽しくないんです。ぜひイエス様を信じてください。受け入れてください。イエス様を信じてください。受け入れてください。イエス様と共に歩むならば、イエス様のために生きるならば、イエス様が喜ぶような生き方をするならば、ものすごい生きがいを感じます。ものすごい楽しくなります。初めて人生が楽しくなるのです。初めて生きがいを感じるのです。初めて充実するのです。イエス様と歩む人生はとても楽しいのです。お金のためではありません。お金のためではありません。信仰すれば人生がバラ色になりますか。はい、人生がバラ色になります。人生がバラ色になります。すべての罪が許されるんです。
すべての罪が許され、素晴らしい希望が与えられるんです。天国で永遠に生きられるという希望、天国で永遠に生きられるという希望が与えられるんです。皆さん、この希望を受け取りではないでしょうか。皆さん、この世に希望がないということを悟ってください。この世には希望がないんです。僕の人生は希望に満ちています。アーメン。この世に希望はありません。この世に希望はありません。しかし、イエス様が本当の希望、永遠の希望です。この世では魂に益となることは何も教えてくれないなと思いました。この世は魂に益となることは何も教えてくれないと思いました。その通りです。この世は霊的に何の良いことも教えてくれません。学校も教えてくれません。家庭も教えてくれません。社会も教えてくれません。それは社会が知らないからですね。社会が知らないのです。社会が知らないのにどうやって教えられるでしょうか。社会が知らないなら、社会が知らなければ教えることはできません。学校では七夕やひな祭りなど偶像を教えるので通ってはいけません。アメン。そうです。むしろ社会は、むしろ元気がなくなるような生き方しかないのです。元気がなくなるような生き方、鬱になるような生き方、やる気がなくなる生き方しか、この社会にはそのような生き方しかないのです。本当の人生、本当の生き方、本当の真理、それはこの世にはないのです。皆さん、ぜひ理解してください。皆さんが疲れ切ってるじゃないですか。皆さんは虚しい生き方をしてるじゃないですか。その理由があるんです。菊池さんは、僕は毎日やる気に満ち溢れています。それはイエス様のために生きてるからです。イエス様のために生きてるから、イエス様のために生きてるから素晴らしい人生を送れるのです。皆さん、やってみてください。本当かどうか、本当かどうか、イエス様を信じてイエス様のために生きてみてください、体験します、体験します、体験します、ぜひ皆さん、もう虚しい人生をさようなら、生きる意味のない人生さようなら、苦しい人生さようなら、神の国に入って、神の国に入って、本当の人生を送りましょう。本当の人生です。今までの常識を捨てて本当の知識と価値を身につけてください。菊池さん、皆さん、人生はやり直しが効くのです。今までの人生は間違った人生なんです。今までの人生は自己中の人生だったんです。イエス様抜きの人生だったんです。それを、悔い改めることが必要です。悔い改めて、悔い改めて、これからはイエス様中心の人生、イエス様中心の人生を始めましょう。やってみましょう、やってみましょう。人生やり直しをしましょう。今日の放送を聞いて、ああそうなんだ、最高の生きてる充実感で生きれるんだ、菊池さんやキューちゃんを見てるとできそうだな、やってみようかな、やってみよう、そのように思う方、アメンと言ってください。アメン。アメン。自分中心ではなく、イエス様中心の人生を始めてみよう。始めてみよう。やってみよう。やってみよう。そう思う方、アメン。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 素晴らしい。アメン。アメン多いです。アメン多いです。素晴らしいです。
アメン、アメン、アメン。天のお父様、多くの人は虚しい人生を送っています。どうぞイエス様、今アメンと言った方々が本当の人生を送れるように助けてください。本当の人生、自分のために生きる人生ではありません。イエス様のために生きる人生、虎人を神の愛で愛する人生、それこそが本当の人生、楽しい人生、自分が本当に必要とされる人生。今までは、自分は必要とされなかった、必要のされない人生だった。しかしこれからは大いに必要な人生、大いに必要とされる人生。隣人を自分のように愛するということは素晴らしい必要性があるんだ、役に立つんだ、役に立つ人生、イエス様のためにも隣人のためにも役に立つ人生、本当の人生、本当の人生、最高の生きている充実感、最高の生きている充実感、こんな人生があったんだ、こんな人生があったんだ、これが本当の人生なんだ、これが本当の人生なんだ。アメンと言った方々がそのような人生を始めることができますように、今日から始めることができますように、今日から始めることができますように。イエス様、導いてください、導いてください。どうぞあなたが触れてください。あなたが彼らの心に入って、助けてください、導いてください。そして今ハリケーンの被災者の方々を助けてください。彼らは今途方に暮れています。彼を助けてください、彼を助けてください。また、シリアの難民の人たちも助けてください。シリアの難民の人たちも助けてください。また北朝鮮の人々を解放してください。北朝鮮の人たちをキム・ジョンウンから解放してください。悪魔から解放してください。イエス様、お願いします。世界中の人たちを助けてください、助けてください、助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、ありがとうございました。明日はツイキャスですが、明日はツイキャスですけども、その自転車配信をしようかなと思っております。それじゃあ皆さん、おやすみなさい。シャロン、シャロン、おやすみなさい。シャロン、シャロン、シャロン、シャロン。アメン、アメン。
もしもし。はい、こんばんは、こんばんは。いや、そんなことないよ。すごい元気だよ。すごい元気だよ。うん、すごい元気ですよ。元気あります？仕事がいっぱいあるの。本当。仕事がいっぱいある。ああ、ニコニコの仕事やってんの？本当、ニコニコの仕事やってんの？ニコニコで仕事やってんの今。本当。ダメですよあれは、もうあれは詐欺だから、詐欺。そうだよ、あれ詐欺だよ、詐欺。どう考えたって当たり前ですよ、当たり前。あんな詐欺なんかとんでもない。ねえ、詐欺なんかしちゃいけない。